このオートバイ屋さんが結構ね評判いいんですよ。やってますね。個人商店で多分お一人とかでやってるんだと思うので、そう、先ほどもちょっと話してたんですけど、動画を優先にしてると耳で聞く、その耳心地って言わないか、聞くのがあんまり良くないと思うんです。で、最近ちょっとやり始めたんですけど、あのとかええとかそういうのも全部こうカットするようにして、私が話してるところだけをつなげていくと、絵としてはちょっとつながらなくなっちゃうんですけど、でも聞いてて絵を見てるのか話を聞いてくださってるのか、やっぱりね、そうなんですよ。運転してるとね、運転が優先になりますからね、どうしてもね。この先狭い道がありまして、ここを曲がると早いので、そこを曲がりたいと思います。どこじゃ、ここだ。狭いですからね、お互い譲りながら行かないとダメだ。ここはもう行かしてもらうしかない。はい、狭いところで見苦しくて失礼いたしました。それではこれで動画は終わります。失礼します。